川崎市が昨年第10回国体の折に建設した体育館は総工費1億4000万円をかけて完成。名称も川崎市立市民会館として5月15日喜びの開館式を行いました。延べ建坪は約2000坪、最大収容人員は7000名。またその設備においては補助ホールをはじめ会議室、更衣室、浴室などが完備されています。当日は式に続いて体操のモデル演技や日本舞踊などのアトラクションが行われ、賑やかに開館を祝いました。